五国寺駅は東京都文京区大塚五丁目にある東京地下鉄有楽町線の駅である。駅番号は Y11。駅名の由来は五国寺が近隣にあることに由来する。文京区最西端の駅である。島式ホーム一面二線を有する地下駅である。バリアフリー対応施設として改札外とホームを連絡するエスカレーターとエレベーター、地上と改札外を連絡する。 エレベーター及び多機能トイレが設置されている。建設当初は、当駅から中村橋へ至る8号線分岐線が計画されており、忍ばず通りに分岐線の駅が設けられる予定だったため、それとも乗り換え、立体交差を考慮した構造で建設された。ただし都市計画上、分岐線の駅は有楽町線と直角に交差しており、直通は考慮されていなかったため、 小竹向原駅、豊洲駅のような本線からの分岐構造は存在していない。2011年3月26日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。曲は1番線が冒険電車、2番線が風車である。2020年度の1日平均乗降人員は3万1445人であり、東京メトロ全130駅中84位。 近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り、6番出入り口。背後の建物は、高段車。最寄りのバス停留所は、1.4番出入り口付近に、ある、五国寺前、アカデミー・音トワと、5.6番出入り口付近にある五島へ、音トワ2丁目、五国寺駅である。東京都交通局と日立自動車交通によって、運行される以下の路線バスが発着する。 ありがとうございます。